まず治療薬の自己負担の話ですがね、はい、少しずつ具体的な金額の話が出てきましたね。そうなんですね。先週この番組で治療薬の自己負担の話をしたときは金額がまだ分からなかったんですね、はい、それから1週間でですね具体的な金額が出てきました、うん、まず窓口負担が1割負担の人は3000円です。1割負担の人は3000円、はい、それから2割負担の人は6000円になります。はい、3割負担の人は9000円になります。はい、治療薬これだけ払ってくださいねということが見えてきました。さらにですね、治療1回あたりの患者負担にも上限額を設けることになりました。はい、最大9000円とするという案が出てきました。ですので、どんなに治療費がかかっても1回9000円が治療費についてはマックスになる、上限になるというこういう案です。はい、ただその一方でですね、最大2万円だった入院補助費は10月以降1万円程度に減額するというこういうことも同時に入院費用利用は、はい、自己負担が増えると。増えるということになりますね。こういうことになりますね。まあ国内では感染者が増えているとこの頃報道されるわけですが、はい、どういうふうに見ますか？はい、やはりこのエリスというですね、オミクロン型から派生した EG5 の感染、これが日本で拡大しているというのは大きいというふうに、はい、まあ考えざるを得ないです。東京都が8月31日に公表したゲノム解析の速報結果によると、エリスは8月7日から13日の1週間で全体の 31.3% を占めた。ははですので、今最も流行している形になっていて、これほぼ1ヶ月前の数字ですので、現在もっと増えてるんじゃないかというふうに思います。でさらにですね、モデルナ社による感染者推移の数なんですけれども、はい、9月5日時点で東京では 15,328人に達しました。1000人超えてきましたね、はい、超えてきました。で1週間あたりの新規入院患者数も半年ぶりに1万人を超えていますので、確実にと言いますか、かなり感染者は増えてると見ていいんじゃないかというふうに思いますね。さらに新しい派生型が、はい、エリスに続いて新しいのが出てきました。今度は誰？ピロラ。名前出てくるからもうね、大変なんですけどね。エリスにピロラってこれ覚えられないですが、出てきました。ピロラ。はい、ピロラと言います。派生型で BA.86 というものです。で、アメリカ、イギリス、デンマーク、南アフリカなどで見つかっているんですけれども、この方がですね、これまでのオミクロンの派生型とはかなりいて、不気味なんです。まず、30箇所以上ものものすごい変異があります。それから、その元になったウイルスは、日本でも昨年初めに流行したオミクロンの BA なんです、はい、でこれまではですね、その新たな変異型というのは主流の派生型に変異が加わってまた新たな変異型になっている、つまり一番新しいウイルスが変わっていったんですけれども、今回のこのピロラは1年以上前に流行した過去の派生型に多数の変異が加わったということで、突然出てきたっていうこういうもんなんですね。でアメリカでは日本からの渡航者からも検出されていて、昨日韓国でも見つかったので、日本からの旅行者でアメリカで見つかった。で、韓国で昨日で見つかったので、どうもアジアでも広がってる可能性があるということ。日本にもありそうだということですね。そういうことですね。はい、これの重症化連動がかかってんでしょうか。いや、アメリカのですね、疾病予防管理センター CDC ですけれども、時期尚早だ。まだ確認できていない。こういうことなんです。というのも、世界各国で検査体制が縮小されてしまったので、はい、以前よりも分析してその動向をつかみにくくなっているんです。うん、ただ、変異が30箇所と多いので、専門家はですね、免疫からすり抜けやすい可能性はあると懸念しています。変異が多ければ多いほど、ワクチンなどで得た免疫をすり抜ける、その確率が上がりますので、ちょっと不気味だということになります、ね。そうですね。これがまあ日本にももう入ってるとすれば、はい、これがね、拡大してくるとまた大きな問題になりそうですね。そうですね。それでは、ここから鳥取県の取り組みをご覧ください。コロナでありますけれども、今ちょっと微妙な段階です。これちょっと分かりにくいんですけれども、実は競り上がってきて、7月の末ぐらいが一旦ピークになりまして、そこからちょっと横ばい、この1週間で言いますと、若干落ちている感じというのが、これは観測できる、定点観測の病院のデータでございます。ただ逆にですね、この中等症以上の患者さんの数が増えてきていると。でこれが今顕著に動いているっていう現象があります。で特に肩頭部を中心としまして、この中等症の患者さんが増えている。
で、この原因はよく正直分かりません。分からないところあります。ただ、高齢者のところに、だんだん、子供たちの世界からですね、それから、働き盛りのお父さん、お母さん、そして、高齢者のところっていうように、過去のこのオミクロン系の時は、広がる順番というのが、ございました。で、今、その高齢者に広がっている段階ということもあってですね、中等症2の患者さんが増えているということではないかと思います。で、警戒すべきなのは、全国や世界の状況でございまして、かつてですね、本県もそうなんですが、BF7 が、主流になった時期がございました。で、その後、実は、ずっと XBB116 というものがだんだんと増えてきまして、今これが、主流に、この、6月、7月、そして8月と、なってきている中で、全国もそうなんですけども、EG5 という系統、これも、XBB の亜流でありますけども EG5 という系統が、顕著に今増えてきていると。で、過去もこうした入れ替わりがあるときにぐっと競り上がったり、局面の転換というのは起こるわけですね。ただ今大きく言えばこの第9波の中にあって第9波をが落ちるかなと思われながら落ちないまま横ばい状態で、ここでこの間ですね、この、XBB116 とそれから EG5 が、入れ替わってきているということであります。さらに世界的に今注目されているのが、新しい、株で、ございまして、そういうところがですね、今後どういうふうに作用してくるのか、というのが注目を今WHO を含めてされているという状況であります。従いましてまだちょっと予断を許さない状況で、簡単にこれ収まっていく傾向ではないのではないかとも思われるわけであります。で、この度政府の方でもこの新型インフルエンザ等の新しい感染症対策、これをやる推進組織が立ち上がることになり、明日からですね、いよいよ危機管理統括庁が動くことになります。我々地方団体としても現場の声を届けながら、こういう今の感染状況の動向ですよと、でこういうことも、適切にお伝えをしていかなければならないのではないかなというふうに考えているところであります。で、そういう中、例えばイギリスでも強調されているのは、ワクチン接種の重要性であります。で、特に重症度の高くなる可能性のある方々については推奨されるところでありますが、この度政府の方でも9月20日以降ですね、すべての方を対象にしたワクチン接種、これは XBB 対応、でございます。この EG5 もこれも XBB の明けでございますので、そういう意味ではこれ全体的にそういうことに考えていただければいいと思います。そういう意味で少なくとも重症化を避けるとかですね、そうしたことを念頭に置いてやっていく必要があるのではないかということでありまして、この辺の調整をですね、市町村ともやっていく必要があります。そういう意味で、市町村との調整をしながら、この9月20日から、3月31日まで、こうした間における接種というものを進めていくことになります。で、これについては実は全国で全員が打った場合に必要となる数ほどの実はワクチンの確保がどうもできてないようでありまして、でこの点は全国知事会でも十分なワクチンの供給それを確保してもらいたいとか、おそらくぶどまりが今回はあってですね、みんながみんな打ちに行くわけではないのではないかという前提なんだと思うんですが、それにしても追加の配送スケジュールだとかどういうことだということは政府の方にも明らかにしていただきたいというふうにお願いをしているところでございます。それから昨日は入院などのですね、今後の体制づくり、これが9月の末で国の措置が一通り切れることにもともとなっておりまして、それ以降睨んで全都道府県のアンケート調査等をもとにして政府への申し入れをまとめさせていただきました。病床確保が可能となるように、この入院確保料の問題ですね、これについて適切な単価設定だとか、それからその内容について提示する必要があるのではないかと。で、おそらく今だいぶかつてのこと時とはちょっと若干異なってきてまして、重症化する方はそれでも、決して多いわけではない、ということなので、そうするとおそらくポイントになるのはこういう中等症2以上といったようなこうした方の受け皿を確保しておくというのが
最後 の, ポイントになってくると思うんですね。で、そういったことができるような、入院、の体制づくり、これについては政府もやはり協力してもらう必要があるだろうと私たちは最低限思っております。で、まあ、これ地域によって若干 の, 温度差はあるんですけども、まあ、少なくともこのそれぞれの地域の医療体制の状況とか、この、ワクチン、このウイルスに対する対策、だとかに応じてですね、柔軟な枠組みというのを国でセットしてもらいたい、ということがあります。それから治療薬の公費支援、これも全廃するとかいうのはなかなか現実的ではないんではないかというのが我々の、考え方でありまして、ぜひですね、その公費支援一定程度こう継続してもらう必要があるだろうと、全部例えばこう亡くなってしまったらおそらく治療控えが起こってしまう。それから高いお薬は お医者さんも、患者さんにこれ使いなさいとは言いにくくなるわけですね、ですからやはり現実性のあるところを、当面は考えていただく必要があるのではないか、まあ、その辺が我々の提言の趣旨でございます。まあ、いずれにいたしましても、今まだお盆が明けて、これから新しい感染動向が見えてくる可能性があること、それからこの EG5 が少なくとも上がってきてまして、これ都市部はもっと上がってると思います。で、こういうようなことを踏まえますと新しい感染の、まあ勢いが出てくる可能性もありますので、ぜひですね、まあ、基礎的な、まあ、その感染予防につきましてはご協力をいただきたいと思います。それから A コープについては昨日、JSA 部の方で、新しい方針が示されました。まあ、それによって今残っている淀江、大高、水尾口、稲和、この4店舗については、1月をもって閉店をするという方針が出されたところであります。まあ、これで東部も中部も西部もということになりまして、本日ですね、また対応方針について話し合いをしていこうと考えております。まあ、今回明らかになった西部でもおそらく地域差がいろいろとあると思うんですね。例えば淀江、大高はまあ、広い意味で米子の街中の一部であります。ですから他の商業集積との関係、なども当然影響するだろうと思います。ですから買い物を確保ということが現状どうなのかなどですね、それ地元のいろんなご判断や地域の声もあろうかと思います。まあ、片方で縄店のようなところはどちらかというと孤立した店舗でして、大山町の中の一角をですね、にある店舗としては一定程度やはり買い物確保支援で、何らかの考え方があり得るのかなと思われるところもあります。まあ、この辺は地域のそれぞれの事情がありまして、市や町の考え方、まずはそれをお聞きをしながら、まあ、県も一緒になりまして、対策を検討していくということだろうと考えております。また東部の方がですね、まあ、従来の想定されていた企業さんの、引き受けということがなくなったこともありまして、今まあ、かなりまた混沌とした状況に、なりつつあるわけでありますが、まあ、今鋭意、その引き継ぎ先の交渉を進めております。まあ、そういう中で、まあ、協助構図を使って買い物支援をしようというな鳥取市の動向などが出てきたところでありまして、まあ、今回の災害もあってですね、例えば前の広報課長さんが今移動販売をちょっと転職してされてますけども、まあ、それを高知っていうですね、その、鳥取市の今回被災された地域、そちらの方にもこう移動販売の店舗を広げるというようなことを市と話し合いながらされるとか、今いろいろと動きは出てきているところであります。まあ、私どもとしても、買い物バスツアーだとか、そういうソフト面の対策も含めて、県も応分の支援をしながら環境確保づくりを進めていきたいと思っております。まあ、こうしたことを今後新しい局面に入りましたので、政府も含めてどういうふうに展開していくのか、今日まずはそのキックオフを県庁の方でもさせていただきたいと思っております。